はい、大オープンスタンスで打ってます。はい、ナイスボールです。これね、目標ラインに対してスタンス、これ35度40度ぐらい左向いてます。ね、でフェース角はですね、このターゲットラインに直角に構えてます。これ想像してください。体がかぶったら左行きます、ね、上体かぶったら左行きます。とんでもない方向飛んできますね。でインパクトで手が浮くと今度大スライスしますね。これの特徴ですね。バックスイングしてください。ダウンスイングで、はい、なるべく肩開かないね。オープンスタンスなのに肩を開かないというとすごいこのレジスタンス、反発エネルギーが生まれるんですね。ジャモさんも昔オープンスタンスでドロー打ってました。そんな感覚のトレーニングです。余計インサイドアタック方向を意識して打つドリルですね。はい、もう一回打ってみましょう。はい、ナイスです。ほとんどストレートですね、の軽いフェードボールです。でボールが特徴が高いですね。フェース開いてますからね。ピンが手前に立っているとバンカー越えのねハイショットなんかに非常に向いたトレーニングですね。だから上体が力んで突っ込みやすい人、手がねインパクトで浮きやすい人には非常に効果的なトレーニングです。もう一回ちょっとバックスインしてください、ね、オープン、はい、バックスイン、トップ下ろしてくるときに、はい、下ろしてくる、肩開かない、ね、まだ右斜め向いてる。それでクラブが、パスして、こんなイメージですね。体の動きは捕まえてますけれども、フェースを、ね、こう閉じたり変な動きはしてません。はい、じゃあもう一回いきましょう。ラスト、はい、 OK です。ぜひこのね大オープンスタンスドリルでですね、スライス打たない、引っ掛けないね、高いちょっと軽いフェードですかね、そういう球を目指すトレーニングをやってみてください。